よろしくお願いします。あ、じゃあ、ナクストジェイスとファイアベースを使って簡単に PWA 開発をするっていうタイトルでやらせていただきます。まず簡単に自己紹介させていただきます。タムっていう会社でフロントエンドエンジニアやってます。関係といいます。もともとデザインとかやってたんですけども、今フロントエンジニアやってまして、普段はウェブサイトとかウェブアプリ作ったりしてます。で、松島出身で、東京で働いたりしてたんですけど、また最近宮城に戻って、実は今日も仙台から、来たんですけれども、宮城から来てる人とかいたりします？いないですね。仙台で Vue.js の Vue 仙台っていう勉強会を説明したりしてます。あと、先ほどご紹介いただいた、PWA ナイトっていう勉強会の運営をメンバーやったりしてます。で、その PWA ナイトって何なのっていうとこなんですけども、PWA をテーマにした、勉強会です。始まったのは、今年の2月からなんですけども、その後ね開催させていただいてます。で、技術だけじゃなくて、ビジネス面から、どういう写真で使えるのかとか、そういうのを考えて、コミュニケーションしていきたいというところで、エンジニアだけじゃなく、もう興味のある人は、ぜひ皆さん、参加してくださいということで大丈夫です。で、これが CWA のイメージキャラクターの、クワンと言います。ABC ということで、ちょっとドロイド、トークンこと、バグドロイド、ちょっと並べてみたら、あ、ちょっと似てるかもしれないなと思って、今日はちょっと合体させてみました。アンドロイドバージョン、ドロイドくんバージョンしてみました。
っていうので、まあ、個人からとしてはスコアに出さなくてもいいので嬉しいというところですね。これも、実際こんな感じのものなんですけれども、まあ、キャンセルの基本コアで、まあ、これみたいなのをやっていくとこう、自分のキャンセルを作れます。で、ここから、ツイッターに行って、ここでキャンセルを共有するというとファイアベースの方にデータが送られて、それを URL がついたのでツイッターの共有がしたりすることができるというアプリです。でこれは、まあ、さっきの話が2日でできて、じゃあなんで、ダックスを使うとそんなに、簡単に PWA ができるのかっていう、まあ、PWA やのいろいろさっきの私の話であったりとか、サービスアップはいろいろちょっとめんどくさいんじゃないのかって思うと思うんですけども、じゃあなんでナックストでやったら、そんなに早くできるのかっていうことを簡単にご紹介させていただきます。そもそもナックスト JS に、PWA モジュールというものがありまして、それを使うと、簡単に PWA から、できるようになってます。で、これは本当に有効化するだけでいい感じに PWA 化してくれる。で、先ほど紹介した2つのアプリも本当にそれを有効化して、アプリの設定、アプリ名を設定しただけという、ものになっています。でもう、まあ、以上なんですけど、もうちょっとそれで終わるとあれなので、どういうふうにやってるのかというのを簡単に紹介させて、いただくと、まあ、さっきも、平田さんの話であったワークボックですね。これが、動いてくれていて、まああれですね、簡単な記述で最適なサービスアウトのコードを生成してくれるという優先の概要がありますが、オプションでもこれもいろいろ設定がなくすとの、設定でできるんですけども、まあ、特に設定を、しなくてもすごく雑に言うと、有効化しておくだけでいい感じにキャッシュしてくれるというのがあります。例えばさ
で、プロジェクトの名前になります。で、その時に、まあ、いろいろ聞かれるので、アプリの名前何にするとか、でその時に、EWA サポート、入れる、入れないみたいなのがあるので、まあ、それで入れるってやってあげて、インストールが終わったら、まあ、作ったプロジェクトのところに移動して、まあ、NPM ランデブってやると、ローカルサーバーが起動して、こんな感じの画面が出ます。で、NEXT の、デフォルトの、なんかトップページみたいなファイルがあるんですけども、まあ、それに、こんな新たな技術が、あります。でも本当に触るのもファイルだけ。これを、こんな感じ、絶対見えないんですけど、いじって、まあ、50行ぐらいだけですね。で、こんな感じになると、絶対見えないので、ね、ソースコード、を、紹介をしていただくと、Vue.js、NEXT というのが Vue.js の機能なんですけど、まあ、HTML と、JS と CSS というのを一つのファイルの中に書けるので、それでまとめて、このファイルだけ本当に編集したような形です。この HTML のところに、まあ、さっきのタップできるボタンであったりとか、まあ、スタート、のボタンとかが書いてあって、もうこれだけ。で、ここにそのまま JS が書いてあるんですけれども、まあ、JS の、データとして、何回タップしたかっていうカウントとか、まあ、10秒かかるタイマー、などがあって、で、この辺が、アップしたら1増えるというカウントが、関数だったりとか、秒数を減らしていく処理だとか、でもう一回やるとかってボタンとかもして、その辺の関数はなんとなく分かるかなっていう、まあ、すごい簡単な JS だけで、これが Twitter にシェアするというような、やつですね。で、スタイルはちょっと、まあ、例えばボタンのスタイルとかが書いてありますね。で、これを、やりまして、その後 NPM ランビルドをやるとファイルが生成されて、今度 Firebase の、プロジェクトを作って、まあ、Firebase の管理画面であらかじめ作っておいて紐付けるのが、簡単だと思うんですけども、作って Firebase でプロにやるとできます。なので、今やってください。
歌うところとかもあるんですけれども、今のディレクターとか PM とかが実際どういうシーンで使えるのか、実際に導入して、こういう苦労があったとかそういうのも書いてあると思うのでぜひ、よろしくお願いします。で、次の BWA ナイト、6月の19日ちょっとビギナーズさんと近いんですけども、にやります。次は、今回は DMM さんでやるので、六本木かな DMM さん、はい、でやります。で、ちょっ と,、枠がすでに埋まってるんですけども、抽選枠っていうのはまだ、確定じゃないので、抽選枠だったら、いけるかもしれない。あと、実はこの LT 枠っていうのが1個余っていて、LT 枠だったら確実に参加はできるので、ぜひ、よろしくお願いします。自分たちでもなんか割と最近、人気のイベントになってきているので、ぜひよろしくお願いします。はい、気軽に、ビラビラで、話しに行きましょうということで、ご清聴ありがとうございました。さっきの後ろに行った、今日の運営さんですけど、これ、PWA ナイトの T シャツです。8色ぐらいあるんで、興味ある人は、じゃあ、それ URL が続いてるのが知ってますね。僕はちょっと赤、オレンジ、みんなオレンジ買うんだろうなと思ったら、今日はなんか赤と黒でいい感じで、ちょっと早く終わってくれたので、僕時間がだいぶあるので、だいぶ余裕があります。僕さんが作ったらね、早い街で見ても大丈夫なで、チョップワンっていうキャラクターの名前がありまして、これ、プワンドウェイです。私の内容なんですけど、多分ちょっと異色なところはちょっとあると思います。好みが分かれるところはあるなと思ってますけど、まあ多分たまにはいいだろうということで、ちょっと変わった話を出てます。ちょっと皆さん反応を見ながらどれぐらいやるかなと思います。ですね。じゃあ始めさせていただきます。PWA の使いどころということで、社会実装に向けてってかなり謎な穴をとか入れてますけど、一応これ外務省の方針に従って用事の前に自己紹介はまだいいですね。毛並みがいい方が私で、ガスブレーキ、ちょっと PWA ナイトの運営やってます。シンクテックっていうところでちょっと、ちょっと活動しています。で、PWA ややこしいです。皆さん多分結構、いろいろ知ってる方がいらっしゃると思うんですけど、ややこしい、なんでややこしいかっていうのは、本当に今の言い場なんですけど、PWA ですね、すごいややこしい。諸説あるんですけど、本当に難しいです。解釈が、こういうわけのわからないのがあるんです。PWAってなんだろうって、信頼性とか速さとか、満足みたいなのが出るんですけど、もうないっていうのは本当によくわからないですね。ちなみにこれよく出てくるネタなんで、この辺なんですけど、このネガショーザ、ダーラスと書いてますけど、何かというと、この恐竜のことですね。いや、知ってる。これクローンで出てくるやつです。オフラインにすぐに。で、本当にリアルよくわからないし、関連技術何があるかというと、マニフェストだったり、ファイスだったり、ウェブアセンブリーという、本当に一例ですけど、他多数、むしろ無数って書いてまして、本当に、キリがなくて出ることはないので、技術的にはすごく大変なんです。一言で言うようなものではないとは思ってます。で、大変それぞれ何から始めるというのは、多分皆さん一番興味があると思うと。関心があると思いますけど、これはまたちょっと肝で、特徴としてですね、これはウィキペディアとか結構載ってるんですけど、PWAアプリケーションとウェブアプリケーションの特徴としていろいろ書かれているものがあります。かなり天候も引いてですね、本当にネイティブのいいところを全部持っていくような、さらにプラスいいところ持っていこうっていう感じなので、大変だったので、
ただですね、全部やる必要ないんです。実際多分無理だと思います。で、関わる上で一番大事にしたことって、スノーメッシュメワークって言ってきた上で、ドレッシュついてますけど、好奇心が多分一番大事で、とてもなく、種類とかですね、一応例外分けると、レグマに近いんですけど、物が多いので、好奇心があれば何もできるとは思うんですけど、好奇心ないと、多分すごく辛いです。教科書通りにやろうと思って、聞くわけです。じゃあ、PWA 使いどころですね、どこで使えばいいのか、ネイティブアプリじゃダメなのか、あとは PWA じゃなくて、普通のウェブアプリでダメなのかって話が出てくると思います。この辺によく PWA の話が出てくると思うんですけど、要素技術とは限らないんですけど、こういった話が、よく出てきます。別に否定するつもりはないんですけど、この先にお話しされた方たちの中にもあったと思うんですけど、キャッシュを使ったらとても早く、早く待つから売り上げが上がるみたいな話は必ず出てきます。ただ、それが本当にどうなのかっていうところは考える必要があるかといて、例えば通信性能がすごくありますけど、これはただ赤米っていう昔からある、ネットワークの速さ、ずっとこう、年に向かいようとしているところが、あるわけですけど、ちょっとこの間見てみたら、2018年以降のデータはありませんでした。多分どういうことかというと、モニターネットの速度を国別とか、ビジョン別とかに測定して、語ることに多分意味がないと彼らは思っているんだろうと思います。あとは通信領域はどちらかというと、セキュリティとかの興味がシフトしているので、ビジネスの方をシフトしているので、速さには興味がないんだと。思います。これはもう、その赤米ステートオブザインターネットのグラフとか表なんですけど、グラフの見ての通り、もうずっと右肩上がりになってます。もう本当に下がることはないです。下がることもないんですけど、なのでこの速度よくありますね。2、3年前あったと思います。アフリカの途上国とか通信が遅い 3G 回線がある今でもよくあると思うんですけど、本当にそれ必要かっていうのは、考えなきゃいけないと思います。でこれは、処理性能とカッコつけて書いてますけど、これ通信速度の話だけではなくて、この辺はバックエンドとかですね、サーバーサイドとか、他の技術とかを意識していると分かってくると思うんですけど、 CDN ってよくいろんなところで聞くと思います。 CDN の有無はものすごく影響してくるので、あとは装置ですね。ここ装置って一言で書いてますけど、例えばネットワーク機器もそうですけど、モバイルの端末の性能によってもかなり性能変わりますので、速い端末を使えばそうですね。なので、その全てが PWA で万事解決する、もしくは PWA で解決させるっていう発想がやっぱりちょっと違うというか、本当に量です。キャッシュ、これが前のキャッシュなんですけど、キャッシュはすごく技術的にも面白くて、やりがいもあるところですし、さっきの真空みたいなのが、すごく重要ですし、使う場合は効率はいいわけ。仲間としたプリベッジだったり、オフラインのキャッシュとかもあると思いますけど、これはプリベッジしてるってことは、読むか読まないかわからないことを全員読んでるっていうことなので、じゃあ誰がその通信払うんだとか、本当にあるわけですね。お前の場合、特にあると思います。キャッシュも同じだと思います。システム全体でキャッシュ戦略を考えなきゃいけないので、すべてのブラウザー側とか、クライアント側でキャッシュすることは正しいのかどうか。という話はあると。キャッシュは、論理的には本当はなくてもいいのはずなので、その辺も含めて、何のためにキャッシュするのかっていうのはすごく重要だと思います。で、これをオフラインなんですけど、オフラインキャッシュのことに必要かどうか、10年ぐらいの東京の地下鉄乗ってて、トンネルの中で、携帯の電話が届かなかったですね。なんか福岡の地下鉄が届いたのか。
最近はでもこのタレントも思ったので、こういう接続できないってことは、まあ、なかなか日本じゃもう、まあ、ありえない、ああいうほとんどないので、新幹線で一部の乗ってる団体とか、高速道路を取って車が乗ってるとか、そういったところではあると思いますけど、オフライン、BWA としてはオフラインは避ける、まあ、この漂流は出すなって言ってるので出していけないでしょうけど、実際そんなにあるかっていうと、そこは考えるべきだとは思います。あとはこうする意味あるかもしれないです。これは私はあまり最初は大変だったんですけど、最近はすごく効果があるというふうに思い方、考え方が変わってきます。で、これはバスケットプレースの引き継ぎということで、まあ、アップストアだったりとか、アドリルマーケットじゃなくてプレストア、あとは世界的にはもっと20、30ぐらいの知らないマーケット、日本では使えないのマーケットがあるわけですけど、マーケットに乗らないことが本当にいいかっていうと、まあ、そこはこう言えない部分もあると思いますので、ビデオレイ万能ではないとは思います。で、ちょっと使いどころというところです。これ煩雑さに惑わされないようにして、した方がきっと良いでしょう。そもそも大きすぎて全てをやるのは無理ですし、全てやる必要はないので、使いどころを考えて使っていきたいなと思います。で、利用者はですね、これはもういわゆるシステムの要件みたいな話になるんですけど、誰が使うの、まあ、どう何のために使うのか、目的もそうですね、またコンテキストですね、誰が使うのかということに加えていろんなものがあると思います。であと制約もあると思います。ネットワークの制約だったり、あと OS だったり、いろんな理由があるんですけど、そこをちゃんとですね考えて、結局はそのアプリケーションにとって適したものは、必要なものっていうのを選択すべきだろう。いらないものを一掃しても多分キャッシュは難しくて、逆効果もあると思うので、すごく扱いづらいと思うので、そこは必要なものを使うので、最近思っているのはですね、まあ、今同じことになりますけど、まあ、目的に応じたリユースとか機能とか、PWA がプログレッシブであるとか、まあ、永遠終わらないと変わってくるので、必要なものをきちんと考えた上で少しずつその機能を追加するとか対応していくということをしていくのが多分一番正しいだろうと思います。で、あとアプリケーションベースというふうにして考えた場合に、まあ、当然そのウェブアプリケーションの一部仲間なので PWA というのは、ウェブで動いているので PWA になりうるとは思うんですけど、なので表面に機器がないと物販だったりメディア、まあ、ニュースなんかもそうです、 CRM みたいな業務系のシステムだったりとか、この業務何でもいいです、業務系のシステムだったり教育とかやってる、まあね、本当に機器がないです。ウェブは全て PWA になりうるとは思ってます。ただもうそれはちょっと違うだろうということで、最近思うのはですね、気軽にその目的に特化したアプリ PWA を使うのがすごくいいんじゃないかと思ってます。PWA の特性を一番活かせるんじゃないかと個人的には思っています。例えば、何か作ろうかと思った時にちょっとしたデータが欲しかったりとか、まあ、こういう環境に依存しないですね、ウェブが、みたいな、お手軽に作りたい、そういったもの、あとは右側に適した、要素としては多分あると思うんですけどですね、ホームスクリーンのアイコンを作るっていうのは結構私なんか思っているのもはるかに響く、人にとっては、ホーム、画面にアイコンがあることっていうのは、ブックマーク、クライアントのブックマークよりはるかに価値があるんですよ。売上動向とかなくて、そこにアイコンがあるっていうのは、多分すごく使いやすい人がいっぱいいるんだってことがよく分かります。で、今日本当に ABC のイベントですけど、実は今日も非公式アプリということで、PWA のアプリ、今日のアプリですけど、でサンバジャンピングアプリですね、PWA のアプリ。まあ、マーケットバインスをしなくても、サイトにアクセスして、ホームスクリーンに追加すれば、ああいうのができて、いつでもセッションを確認できたりとかいうのがすごくいいな。あとは、あまりではないと思うんですけど、運営のアプリケーションが増えたら、きっと面白いかなと思います。
で、まあ、そこにできたのはさっき言ったから HBTS とかですね、あとプッシュ通知のコマンスコアと、あのイベント名とか、参加者向けの通知なんかでもすごくいけるなと思ったりしてます。ということで、あのちょっとちっちゃい目的特化したようなコミュニケーションをちょっと作ってしまう用途に BWM に使うっていうのが面白いんじゃないかと。で、ここでちょっと異色な感じはあるんですけど、あの社会貢献という話をちょっと出しておきたいと思いました。で、唐突ですが、その我々ですね、我々というのは、エンジニアってことはあまり使いたくないんですけど、デザイナーだって、プログラマーだって、エンジニアだって、だって構わないですよ。ものづくりに関わる人っていうのは、やっぱ物を作ってるから楽しいですし、ただ実際の貢献として、オープンソースコミュニティとか、オープンソースソフトウェアの開発をすることももちろん一つ。で、教育ということで、例えば、コーダー道場みたいなものがありますけど、子供に対してプログラミングをしているみたいなことも、なんか今、あります。で、右に書いてシビックテックっていうのは、若干という補足はするんですけど、その、市民が主体的に社会を変えていこう、技術を使っていこうとする活動も、なんか今、他にも報酬たくさんあるわけですけど、その、我々っていうのは今日 ABC に来ているような方を指して書いてあるんですけど、できるんじゃないか。やろうと思えばですね。で、僕らは知ってるわけですね。この、ものづくりに関してです。ABC が来ないですから、楽しく思ってなかった、こんなの。で、それがやっぱ作ったものが役に立つことの嬉しさとかですね、あとは右側はそうなんですけど、便利な方法とかツールっていうのは、大体そうですね、チャットとか Wiki とかもそうなんですけど、大体そのシステム開発者とか、R&D の現場から生まれて、実装して、結果的にいいものが生き残って、認められて、どんな感じ普及して一般化する歴史があるので、そういう意味では、まあ、我々っていうのは結構その辺の早い位置にいるわけです。で、そういう作る楽しさとかをみんなにですね、特に子供だけじゃなくて世代に関係なくみんなにですね、伝えることがきっとできるんです。で、プログラミングができなくてもアプリケーションを作ることができる。結構最近もう現実的になっていると思います。で、実際にはそのデータの運用、方式みたいな運用業務みたいな、業務とは言わないですけど、ちょっとしたデータの方式みたいな必要だったりすることもよくあります。で、右側で言うとそのマネジメントとかですね、コミュニケーションみたいな、人と人をつなげるっていうのもすごく大事。誰でも貢献できるかな、するかな。社会実装って言葉をタイトルに入れたんですけど、言葉としては難しくて、日本語の中変な、寒さイメージを持ってると思うんですけど、この辺も結構そんなに深く考えていると思っていて、やっぱり、もともとの定義はそうなんですけど、研究とか技術とか、我々の経験とか知識っていうのをですね、その社会に還元する。ことを社会実装って日本では言うわけですけど、できるんじゃない。で、なんで今日この話をしているかというとですね、PWA ですね、私の話したように細かい技術要素とか機能とかあるわけですけど、割と役に立つものが結構あるんじゃないかと大事よく思います。で、まあ、低い環境依存性、OS 依存しないとか、あと PC とかモバイル端末みたいなものを依存性の中にする場合もあります。小さな単位で実装可能な要素もあります。普通のウェブサイトに対してちょっとしたマニフェストを追加して一生懸命やったら、例えばホームスクリーンにアイコンが出るとか、そういったこともできる場合もありますので、非常に細かい単位でできるんです。で、最後なんですけど、PWA に対応する各種ツールやサービスが結構増えてきているというのは、もともとこういうのがあったと思うんですけど、それがだんだん PWA に対応してきた。PWA のいいところを使えるようになってきているところを感じます。ほとんど同じではあるんですけど、実行環境の薄さ、ということで高い
可能性があるわけで、ワンストップ、ワンストップマーチクラフトみたいなものだと思います。で、敷居が低いというのは、実装のコストも低いですし、技術的にも敷居が低いものがあると思います。トリガーのアイコンがあるというのは、すごく価値があるんだなって、最近よく思います。で、マーケットは必要としないっていうのも、例えば、みんなでちっちゃいアプリケーションを作って、マーケットに申請みたいなことをしなくていいわけなので、別にマーケットに申請したいわけじゃない人にとっては、そもそも進む必要ないので、使えるアプリケーションを作って使えればいい。これはもう、PWA のいいところかと思います。ちょっとここに書いてあるんですけど、大体データをストアして、ストアしたデータを利活用していくっていうのは昔からこう、あるわけですけど、すごく技術的に難しかったりとか、やることが多くて、なかなかやっぱり普通の人っていうのは難しいとか、普通の人というか、とてもやることが難しいと思います。コストもかかります。で、今言うと、Google さんのデータスタジオとかですね、Cloud の、エラスティックスタッフみたいなものがいっぱいあって、データはありますと、クラウドにあって、それ可視化するだけだよ。簡単にこう、G 外にポコポイってやったら、グラフできるよね。できないですね、それだと。それでもやらないですね。やって、やっぱりその、グラフの GUI で何かを作るっていうことすら、なかなか敷居が高い。で、もう、特定の製品なんですけど、Excel とかですね、PowerPoint とかもあって、お役所の人でも普通に言っちゃうぐらい普及してるんですね。霞が関の人とかで、若い人と話をすると、一切の人は知らないわけです。本当に知らないです。ハートとかですね、ビグワークですね、薬とか。昔は逆だったんだよって、そんなこと知らないです。それぐらいもう、その、O、Excel、で、C っていうのは、その、インターフェースとしての概念としても、普及、すごく普及していて、説明が不要である。みんな知ってる。でそこで、その、グライドとかグライドとかっていう話があります。グライドっていうのは、すごく、本当に5分で書いてますけど、多分本当に5分かからないです。ぜひ試してみてもらいたいです。本当にすぐ終わるので、いろいろありますけど、プライドはこの後実は話もある予定なので、語りましょうとしていますが、いろんなものが作れます。これいろんな、これ実はシートの、スプレッドシートでいうと、ファイルがあって、シートがいくつかあるんですけど、シートが一個一個に表現するのを、だからシートいっぱい作れよ。いろんなデータが持てる。シートにデータ書いておけば、これが本当に一瞬でできるんですね。すごく使いやすくて。サンプルもあってなかなかすごいので。で、私はたまたまなんですけど、家の家庭の温度のセンサーを持ってですね、ユートで Google シートに書いてっていうところがあって、それぐらいの読み込んでリアルにしたらどうかと思ったんですけど、本当にこの通りですね、うちの温度とか湿度を取ってるんですけど、ヒートに書いて、レグラルのアプリケーションに読み込んで、そしたらもう、アプリケーションみたいにアイコンを起動したら、データが見れるような状態になります。これ本当に5分かかんないです。もちろんここまで既にあるからっていうのは、あるんです。これを手で書いても構わないわけですので。なので、これ完全にもう自動で、最新のデータが取れるようになった。何もしないと。これについては、この後のセッションで実は、ちょっと話が必要なので、お楽しみに。シビックね。シビックテックって話があって、これ実は僕はシビックテックの最初に話をしたんですけど、ソフトウェアなんとかっていう雑誌があって、多分これ皆さん知っていて、これ後ろの方に連載でもう100回ぐらい連載してる、90回かな、最新ので90回なんですけど、この連載の中で、あなたのスピードは社会になったんですよ。くだりをつけて、毎月発行される雑誌に書いてるので、もしかしたら、多分見たことあったり、聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、あなたのスキルは社会に役立つってすごくいいですよね。これは宣伝みたいなんで、観光外するスライドから削除しますけど、大体年に何回かスリックテックで、今日の ABC みたいな形であったりとかして、実は6月の29日のですね、六本木の方でスリックテックフォーラムっていうのがあったりもしますので、ちょっと本当にこういうの興味がある方はぜひ行ってみていただいて、ABC みたいにすごくアットホームでいい感じで、
時折やるとさっきパンケさんが多かった話があるので毎月ライスマンスリードを見てるので、ここは端折っちゃいます。ということで、見た目ではですね、容量、用法にこだわらず適切に、利用しましょう。これが一番大事なんじゃないかと私は全員の方なわけです。以上です。時間もちょうどいいぐらいですが、以上です。関係さん、久保さん、ありがとうございました。時間1つ2つぐらいの質問を受け付けられそうですけども、何か質問ある方がいらっしゃいますか。大丈夫です。じゃあ、お二人とも、懇親会大丈夫ですか。あ、はい。大丈夫ですか。じゃあ、また、ぜひ懇親会で話しかけてみてください。普段、具体的にどういった担当をされてるんですか。私ですか。はい、ちょっと面白いな。実は仙台ではなく金沢の方に来られてるんですけど金沢にそのシンクテックで有名な方がいらっしゃってて、おそらくある程度そのシンクテックについて、だから今年5年の今みたいな質問したと思うんですけど、シンクテックっていろいろあるんですけど、最近はもう日本でも 4,5 年やっていて、だいぶ観光庁の方でですね、すごくもう進んで取り入れが進んでいるところがあります。例えば総務省だったり経産省の方々が、本当に市民とかの力を予算を投じてでも市民と一緒にものをやっていこうという形でものを進めていきます。なので私はそういったイベントの運営だったりとか、さっきのシリックテックフォーラムの運営のメンバーなんですけど、それも企画したりとかしたりとかですね、あとは全国ですることはあるので、人が住んでいるところには必ず存在する問題だったので、全国のそういうシビックハッカーというか、シビックプレイヤーと、連絡を取ったり、たまにミートアップしたりとか、そういったことをやったりしています。本当に、さっきすごく良かったです。あなたは社会に役に立つ。なので、ああいうことに興味がある人はできたら、興味を持ってもらえればなと思います。ありがとうございました。最後にもう一度大きな拍手をお願いします。